みずほ銀行はきょう、ATM のシステム障害が発生し、一部で利用できなくなる状況になったと発表しました。これを受けてみずほ銀行は、全国90カ所の ATM を一時利用停止としましたが、午後4時半ごろ復旧しました。みずほ銀行のシステムでは、去年2月以降、合わせて11件のトラブルが起きています。